はい、グツイです。こんにちは。今日はですね、この、カフェイタリアーノ、聖女石で買ったカフェイタリアーノを使ってですね、まあ、ペーパーじゃない、ベトナム式フィルターを使って入れながら、ですね、まあ、私の好きな、まあ、洋画っていうかね、まあ、映画のね、セリフについて、まあ、紹介をしようと思います。じゃあ、早速入れていきます。ちなみに、このカフェイタリアーノについて撮った動画は、前に、これで撮ってますんで、こっちでいいのかな、うん、これ参照してください。でね、何の映画かっていうとね、もう皆さん、まあ、映画に詳しい人と、多分、古いっていうか、まあ、私と同じぐらい30代とかね、人は多分普通に知ってるブレードランナーですね。ブレードランナー。あれからのセリフですね。で、まあ何かっていうと、もう皆さんブレードランナーっていうとお気づきだと思うんですけど、あれですよ。どうしようかな。この時に出そうかな。どうしようかな。ちょっともったいぶって一回ちょっとこれ保存していきます。はいはい。でですね。じゃあね、行きますよ。今日ね、出すのね。もうまさにこれなんですよね。はい。二つで十分ですよ。はい。有名ですよね。映画の、ひょっとしたら映画の中身を知らない人でも、このセリフは知ってるかもしれないということでね。まあ、ちょっとね、おい話していきますんで、じゃあ、とりあえず弾いていきますね。結構細かめに弾いてます。このベトナム式で出るんです。でね、このセリフ何かっていうとね、まあ、主人公の、デッカード、まあ、一番最初というか当時のあれのハリソン・フォードがやってる、扮するですね、デッカードっていう、まあ、刑事というかね、まあ、殺し屋というか、の、主人公の話なんですけど、まあ、近未来だかな、という話で、まあ、映画の内容はまた映画見てもらったらいいんで、いいんですけど、冒頭でね、そのデッカードが、行きつけの屋台に、まあ、行くってシーンがあるんですけど、まあ、そこで、ですね、さっきの、まあ、いつもね、多分頼んでるものをね、注文するんですよね。で、注文すると、そのマスターというかね、屋台の店主が返したのがさっきのセリフなんですよ。で、面白いのがですね、これ、まあ、当然、ハリウッドとか、英語がネイティブというかね、日本の映画のはずなんですけど、さっきのね、二つで十分ですよっていうセリフはですね、初めから日本語なんですよ。その、吹き替えなしでも日本語なんですよ。で、実は俳優がね、ロバート岡崎さんっていうね、日系の人なのかな中国、日系の人かなちょっと忘れたんですけど、まあそういう人がやっててですね。ちなみにそれ、私これね、英語版でね、ブログも書いてるんですね、この件で。まあまあ、ちょっとこれで。で、まあ最初に、なんかね、デッカードが雨宿りをしてるところ、まあ、から始まるんですけど、雨宿りしててですね、で、なんかアナウンスが流れてて、で、まだね、その時ね、その屋台ね、人がいっぱいなんですよ。で、座れないんですよ、デッカード。で、なんか新聞だったかな、なんか見ながら待ってるんですよね。そしたら、その、ね、屋台の店主がね、開きました、いらっしゃい、いらっしゃいって言うんですよ。席が空きましたよって、ちょっとね、自然なようでちょっと怪しい日本語でね、言うんですよ。空きました、いらっしゃい、いらっしゃいって言って、で、デッカードがタタタって走ってって、で、さあ、どうぞって、ね、店主がね、進めてくれてですね、さあ、どうぞって言って、で、ちょっとデッカード座って、こうやって、ちょっと立った時に、何しましょうかって言うんですよ。で、デッカードが、Give me four! って言うんです。Give me four! これを4つくれって言うんです。なら、そしたらマスターがですね、これですよ。2つで十分ですよって言うんですよ。で、なおも、食い下がるデッカード、No four! Two four! って言うんです。Two four! って言うんですよ。それでなおもマスターも、曲げないんです。二つで十分ですよで、その後に、しゃあないって折れたデッカードが、ヌードルですね。うどんもくれって。足りないからうどんもくれって。なんですかね食べすぎると良くないんでしょうかね二つで十分ですよって。二回も言うって、ね。Give me four. 二つで十分ですよ。二つで十分ですよ。No four. Two four. 二つで十分ですよ。って。
あ、ヌードルって言ったら、最後に、マスターが、任してくださいよって言うんですよ。そう、好きで好きでね、その意味わかんないけど、あ、もう完全にコーヒー入れるの忘れてましたね。はい。ちょっと蒸らしからいきます。何やってんだ。まあね、というわけでね、今完全にもう、コーヒーのこと忘れてましたけど、まあね、これね、二つで十分ですよ、問題というかね、何か二つなんだとか言って散々議論されたらしいんですけど、まあ実際はね、なんか、ディレクターズカット版だったかな、映画のそのなんか、DVD かなんかで違う版の時に、実際それ出たらしいんですね、映像になんか、グロテスクな、こう、深海魚みたいなのがね、こう、二つの、ボンって乗ってる、もう、すごいビジュアルのドンがですね、ドンブリがですね、出てるんですよね。で、意外とその冒頭のところってね、まあ、英語も、まあ、字幕も出るし、とある方がね、確かね、全部セリフをね、書き出してたんですね。あれがいいのかどうかあれなんですけど、まあ、気になる人はですね、英語版の方もね、セリフいろいろ見てみたら面白いと思います。まあ、ちなみにマスターは、うん、普通にだから日本語なんで、で、その後、なんか変な、多分ね、元職場のところなのかな、その殺し屋の、知り合いなんかが、なんかこう、訪ねてくるんですけど、その時に、そうそう、何語かよくわからない言葉を喋ってるんですね、その、来たやつは。で、それで通訳してくれって、こうやってマスターに言って、マスターは英語で喋るんですよ。で、マスター英語で喋って、そうそう、そんでそのままデッカードに英語で話しかけるのが、英語話せるんじゃんみたいな。よくわかんないですね。うん。You are under arrest, Mr. Deckard. あなたを逮捕すると言ってます。とか言うんですよね。なら、It's wrong guy, Pal って言って、多分仲いいんでしょうね、Pal って。相棒みたいな感じで。マスターのことをね、いや、おやさん間違えって言ってくれよって言ったら、結局、昔の上司がね、まあそういうことを言って、尋ねてきたっていうことで、まあそこから話進んでいくんですけど、まあともかく私が好きなのはそのね、二つで十分ですよってところなんでね、もうね、コーヒーできてないけどね、もういいや、今日もう終わっちゃったんでね、これね、伸ばしてもしゃあがないじゃない、しょうがないんでですね、はい、今日は終わりにします。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。というわけで、今日はね、コーヒーとセリフ入れてみるなるのかな。から、まあ、洋画編ということで、ブレイドランナー、あれ、放題かなんかあったんだったっけ？あ、違う、あれは小説の方か。アンドロイドは電気羊の夢を見るかっていう、放題の、小説の名前の方あるんですけど、まあまあ、一回か。はい。で、二つで十分ですよというセリフについてでした。以上、ご視聴ありがとうございました。こんな感じでやってますんでね。まあ、いつもはコーヒーだけ入れるのもあってますけど、よかったらチャンネル登録をお願いします。Thank you for watching my channel. Have a good day and nice coffee. まだできてないけど、バイ。